コロコロコミック史上初、次に来る漫画大賞2022受賞。そしてお待たせしました、ブラックチャンネル6巻ついに発売です。コロコロコミック史上トップクラスの人気を獲得した長編ブレイキングザウォールも収録。さらにプニルは可愛いスライムのプニルさんと、プロットの人気 YouTube アニメキャラたちのハロウィン限定シールが初版限定でついてきます。そしてブレイキングザウォールのキャラクター全員集合の特別アクリルスタンドを200名様にプレゼントするキャンペーンもやっちゃいます。ぜひお手に取ってみてくださいね。 This is エンターテイメント。ジー住所特定完了。これを流出させればブラックチャンネルも終わりだな。ブラックチャンネル。はあ、学校疲れた。早く帰ってダラダラしよう。おや、あの人だかり、なんでしょうか。じー、なんかあったのかな。って、あれオレンジじゃん。なんで。ブラックチャンネルのサトシくんちってここなんでしょ。ブラックもいるのかな。俺ちゃんたちのこと話してますね。住所が特定されて流出したのかもです。それやばくない。カカカ、これも多くの人に認知されるようになった証拠ですよ。そっか、すげえ。これで俺も有名 YouTuber の仲間入りかな。単純ですね。じー、人が押し寄せる。今日も人が集まってるよ。このところ毎日ですね。ファンサービスとかした方がいいかな。ウィークとか両目つぶっちゃってますけど。じー、窓から覗いてみようよ。浮かれてますね。こんにちは。ブラック、こっち向いて。俺ちゃんですか。こんなに人が来てるのにほとんどブラックのファンなんだよな。俺のファンは本物のサトシだ。どうもサトシです。引っ込め、 YouTube やめろ。ファンじゃなくてアンチさんですね。そんな。大丈夫、サトシくんのファンもいますよ。ほら、あそこに。猫じゃん。おや、玄関にネズミを置いてくれました。プレゼントでしょうか。いらない、いらない。俺も普通のファンが欲しいよ。カカカ、サトシくんの顔おにやばです。カメラちゃん、もっとアップで。じぃ、迷惑。サトシくん、元気ないですね。毎日家に人が来て、さすがにもう疲れてきたよ。あっちの道また通れないの。 YouTuber だかなんだか知らねえけど、迷惑だよな。ファンの人たちが道を塞いじゃってるんだ。あれだけ押し寄せれば無理もないです。お店の営業の邪魔になってる人もいるみたいですね。なんか街の空気が悪くなってる気がする。おいサトシ、おめえのせいで公園が人で溢れてんぞ。俺のせい？ブラックチャンネルが撮影しに来るのを待ってる人らしいぜ。おかげで全然遊べねえ。それは困りましたね。早くどうにかしろ、殴るぞ。そんな、理不尽だ。待て。大地は乱暴だな。家バレしてるのに。ずいぶんのんきだな。え？ブラックはまだ撮影してるし、住所が流出すればブラックチャンネルは閉鎖だと思ったのに。しぶといやつらだ。どういうこと？お前がうちの住所バラしたのか？ふん、言う通りにすれば悪いようにはしない。お前、ブラックの撮影を邪魔しろ。もう動画を上げさせるな。なんでそんなことしなきゃいけないんだよ。ちょっと人気だからっていい気になりやがって。顔見るだけでうんざりだ。さっさとチャンネル閉鎖しちまえ。いやだ、ブラックの邪魔なんてできないよ。チッ、なら用はない。うわー、サトシくん、どこまで逃げたんでしょう。じサトシくん、
何があったんです？住所をばらまいた犯人に会って。その怪我、人間の仕業じゃないですね。なるほど、犯人あなたですか。サトシ君の住所をばらまいた犯人は。お前の方から現れるとはね、ブラック。こっちの目的はもう分かってんだろ。な、不意打ちか。話して分かる方ではないと判断しました。おとなしく魔界にお帰りください。嫌だね。困った方ですね。あまり手荒にはしたくなかったのですが。あ、ブラックだ。撮影すっげえ。お前がここに来ること、情報を流しておいた。どうだ、これで派手なことはできないぞ。それがあなたの作戦ですか。ブラック、握手して。写真撮って。熱心なのはいいですが、度が過ぎるのは困りますね。なんだ。ちょっと時間を止めさせてもらいました。今動いているのはあなたと俺ちゃんだけです。俺ちゃんにはそんな作戦通用しないですよ。反省してくださいね。それから俺の家に人が押し寄せることはなくなった。ブラックが家の住所の記憶をみんなの頭から消したらしい。動画全然伸びてない。サトシ君としては通常運行ですね。この前の騒ぎが嘘みたいだよ。確かに鬼ヤバな動画は撮れなくなっちゃいましたね。もう一度住所を公開してみます。絶対嫌だ。じちち。ブラックチャンネル LINE スタンプ、ついに発売しました。鬼ヤバなスタンプばかりですので、ぜひ使ってみてくださいね。これを使えばあなたも俺ちゃんのような YouTuber になれるかも。 This is エンターテイメント。じじ。9月6日は俺ちゃんの誕生日。これを記念して特別なグッズが発売決定です。どんなグッズかって、誕生日ボイスです。あの動画の特別な裏側や秘密の撮影が楽しめるスペシャルなボイスになっています。プロットストアとブースにて期間限定で買えちゃいますよ。その他詳細については概要欄をチェックしてください。年に一度しかない日ですから、俺ちゃんぜひあなたと一緒に過ごしたいです、なんてね。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。